どうも春パパです、えー、先週ですね、えー、当初ね2月でやる予定だったジャパンキャンピングカーショーがね延期になって、えー、4月のね2 3ーと幕張の方でね、えー、開催されて、えー、ようやくねこの大きなショーが終わって、えー、ちょっとほっとしてます。 えー、会場にね、えー、結構ね、YouTube 見てますっていうことでね、声かけて、えー、ジェイコ見たいから来ましたなんていうね、えー、ちょっとね、見ていただいてるお客さんね、訪ねてきてもらって、えーまあ、本当に嬉しかったっていうのとね、えー、結構ね、効果がすごいんだななんて思ってね、えー、感じてきました。えー、来てくれたね、えー、皆さん本当にありがとうございました。 あとね、結構いろんな YouTuber さんね、えー、ここでやられてる方もね、結構あの、見てくれてね、えー、なんか一緒に写真撮ったりとかね、なんかそんなことしたりね、えー、して、まあいつもとはね、かなり違うね、えー、キャンピングカーショーをね、えー、やってきました。まあね、やっぱ成果の方はね、えー、例年の3分の1ぐらいの入場者数ですかね、 えー、トータルでね、2万4000人くらいの方かな、えー、来てましたけど、まあ、多い時はね、1日にそれくらい来てましたので、まあ、やっぱり今回はコロナの関係でね、かなり少なかったな、という気がします。前回のね、動画なんかでちょっと、あのー、話しましたけどね、車中泊、やっぱり今そういった言葉がね、えー、出回ってるせいか、まあ、結構ね、軽キャンですとか、まあ、晩婚ですね。 ままあその辺ががねかななり人気気集めていたような気がしますショーが終わってね、えー、またちょっと動画の方をね再開していこうかなと思ってます少し落ち着いたのでね今日はですねまあこのショーの時にね結構聞かれたことでまあトレーラーってねバックとか難しいんじゃないですかっていうふうにまあ結構のお客さんからね聞かれたんですよそれでちょうどですねいいタイミングでねちょっと面白いことをやったので えー、その動画をちょっと見ていただこうかなと思ってるんですけども、えー、よくねこのトレーラーのバッグ難しいっていう風に言われたりとかあと YouTube でね、えー、こう見てるとトレーラーのバッグはね、えー、経験を積むことが一番ですみたいなことを言ってる方とか結構いるんですよ。 えでもですね、我々って、あのー、別にね、こう、経験を、まあ確かに仕事上で結構引っ張ったりとかね、プライベートでも、まあ年数が経ってればね、それなり気にあれしてますけども、実はこのトレーラーのバックって、経験ではないんですよ。はっきり言います。コツっていうのがちゃんとあるんですね、トレーラーをバックさせる時の。そのコツをつかむっていうことなんですけども、 教習所なんか行くとね、経営免許取られた方っていうのはわかるかと思うんですけども、まあ、スイッチバックっていうね、まあ、いわゆる方向転換ですよね、これを中心にやりますけども、えー、我々はね、トレーラーのバックで一番重要なのは、トレーラーをまっすぐ下げる、いわゆるストレートバックって言われるやつですね、えー、これが一番重要だっていうふうに、えーまあ、私も先輩から教わったり、 今はねそういったところで、えー、その重要性っていうのをすごく理解してるんですけどもトレーラーラをでですすすねまっぐ下げるこれ非常に難しいんですよ 5m ぐらいっていうのはね何もしなくてもまっすぐ下がれるんですけどもそこから先でねトレーラーって、えー、こう動き出してくるんですけどもその時にねどう修正していったらまっすぐ下がれるかこれが一番重要なんですね。 でこのことをですね理解するとバックしていく時にトレーラーを入れたい方向にうまく持っていけるんですね。これはは経験ででないんですねやっぱりトレーラーの特性っていうのを理解して、えー、トレーラーのね操作性っていうのをどうしたらトレーラーはどういう風な動きをするんだどっちにハンドルを切ったらどっちに向いていくんだっていうことがですねきちんと理解できるんですね。 そこをですね、えー、やっぱりねこの「この経ん免許」のねまあ何、まあ、て言うんですかねちゃんと教わってないっていうかけいん免許なしのトレーラーの方っていうのは結構経験だっていうふうに言うんですけどもやっぱりね大きなトレーラー乗ってる方って、えー、ましてねバッグとかうまい方ってトレーラーの操作方法っていうのをちゃんと理解してるんですね。えー、今回はですねそこをですね少しお教えしたいと思うんですけども。 ただですねここの動画の中でこういうふうにしたらですねトレーラーって、えー、こういうふうに操作できるんですよっていうのは残念ながら教えいたしませんなぜならね、えー、やっぱり私どもの会社ってまあ、僕もそうなんですけどどんなにちっちゃくても経緯っていう行為をするのであれば、えー、経緯免許って取って乗るべきだっていうふうに僕は思ってるんですね えー、トレーラーってね皆さんちっちゃい方がね、えー、安心だとかねバックしやすいっていうふうに思ってるかもしれないんですけどちっちゃいトレーラーほどですね、えー、すぐ曲が操作しんやすいっていうふうに言われてくるのは 6m を超えてくるようなねモデルから、まあ、大きくなればなるほどですね実は楽なんですね。 で僕らよくね大きなトレーラーバックさせてるとすごいなんて言われますけども、実はですね、えー、大きい方がまあ大きすぎたらちょっとまたあれですけどねある程度の大きさってバックしやすいんですちっちゃいものより僕らね多分あの経費免許いらないちっちゃいトレーラーバックしたらあきるってヘタっぴかもしれないですはい。 えー、あとヨーロッパ製のトレーラーとアメリカ製のトレーラーねね、えー、タイヤの位置の違いっていうのを今までのね、えー、動画の中でも解説してきましたけどヨーロッパ製のトレーラーっていうのは箱の真ん中にあってアメリカンっていうのは比較的後ろ寄りにタイヤがあるんですね。 これによっても、やっぱりアメリカンっていうのは、実はバックさせやすいっていうのがあるんですよ。なのでね、結構ね、うまーいとかね、えー、言われるんですけど、実はそうでなくて、えー、どうしたらトレーラーって動かせるっていうふうにね、方向をうまく持っていくっていう操作性のことと、実はバックしやすいトレーラーに乗ってるっていうことなんですね。えー、そこを理解していただきたいと思うんですね、えー。まずね、ちょっとこの動画を見ていただきたいんですよ。 <laughs> お前まっすぐ下がってるようだけどこんなんなっちゃってんだよ完全に後ろから見てみなまっすぐ下がってるようだけどい全然違うだ212 <laughs> にぶつかっちまうぞこれはいどうでしたこの動画って えー、最初のね 5m ぐらいっていうのは普通にねまっすぐ下がってたんですけども途中からトレーラーがですね、えー、左側に折れていくんですねでもこれって本人はまっっすすぐ下がってるつもりなんですよ。今回のねこの動画のドライバーってえー、と3月の頭ぐらいかなに、えー、初めて経営免許を取れた、えー、トレーラー初めてのねうちの新人くんなんですけども、えー、このストレートバックっていうのをやらしてみたんですよ。 で、まっすぐ下がってごらんっていうことでまあ、ちょっとね線の方を用意しといてそれに沿って下がってみなって言ったんですけど本人はまっすぐ下がってるつもりなんですよ。でも気づいたたら、えー、左にトレーラーラが折れてたんですね。本人気づかなかったんですよ。そんななことないでしょうっていうふうに思うんですけどストレートバックやってみると意外にこれがねわからないんですね。で、ほんのちょっとアドバイスしたら、えー、次、 の動画見てください。 いい,よいい感じだよ まあちょっと離れてってるぞ <laughs> どんどん離れてってるよ <laughs> うでした結構まっすぐバックできてましたよねこれ2回目なんですね1回目は何も言わずに、えー、本人にやらしてみました2回目はほんのちょっとのアドバイスをしただけでこれだけの距離をまっすぐ下がれるっていう風になったんですねこれはトレーラーラのの操作性っっていうのをちょっと教えただけなんですよまあ理論的なものとそれに合わせてのハンドル操作ですね これが、えー、理解できてくるとスイッチバックとか長い距離をバックするとかいわゆるバックしていく時にトレーラーをどういうふうなところへ持っていくっていうことができるようになるんですね。えー、このねまあところはすごく皆さん知りたいことなのかもしれないんですけども、えー、やっぱりこれを知ってる業者さんっていうのも少ないです。はいまあ えー、なんで少ないかって言ったらやっぱり実際トレーラーラをねね、えー、乗っててとかか経験してる営業マーさんじゃないからですよ、ねえー、私はねやっぱりそこのところ自分でトレーラー引いてるのでまあね私から買ってもらったとか、まあ、うちの会社から買った場合はねまあ、納車後やっぱりそういったとこ不安でしょうから、えー、こういうようなところを注意して走ってくださいだとかこういうふうにすると、えー、バックっていうのはできるんですよっていうところはねもちろん。 あの教えいたしますでもねやっぱりそういったことがね、えー、あるんだよっていう経験だけまあもちろんね経験も大事ですよ経験積んでいくっていうことによって、えー、うまくなるんですけどもやっぱりこの操作性っていうのをしっかり理解して、えー、やれば格段に早くトレーラーをうまくバックするっていうことができます。 はい今日はねそんなことをね、えー、ちょっとねたまたまそんなちょっと新人君にね練習をさせたのでトレーラーっていうのはほんのちょっとしたことでこれだけ上手くなれますよそんなに難しくはないですよ難しくないサイズっていうのもあるんですよっていうところをね、えー、ちょっと解説させていただきました。 またね、えー、そんなようなね参考になるような動画をね、えー、これからね、まあ、作っていきたいかなと思ってます。はい参考になればよかったです。じゃあまた。